弁護士、紀藤正樹氏63が16日までに自身の XQ ツイッターを更新。前広島県秋田方市長で7月の東京都知事前で辞典だった石丸真嗣氏42に衆院選不出馬について言及した紀藤氏は衆院選公示石丸真嗣氏は出馬せずと題された記事を引用し、現行不一致。なぜなのか。 気になりますと綴った。石丸氏は9月の自民党総裁選前に自身の YouTube で衆院選では総裁に決まった人の選挙区への出馬に意欲を見せていた当時の動画では小泉進次郎元環境省イコール現自民党選対委員長イコールの神奈川11区に狙いを定めていた 第50回衆院選が15日公示され、27日の投開票に向けて12日間の選挙戦に入った。石破茂首相、自民党総裁の下での自民、公明両党連立政権の信任を問う。派閥裏金事件を受けた政治と金への対応が最大の争点となる。9党など1344人が立候補し、 うち女性候補数は人で過去最多となった。全国289小選挙区と11ブロックの比例代表の計465議席を争う。以下は視聴者からのコメントで。私は、石丸さん、そんなに好きなわけではないが、現行不一致とは言えないと思う。確かに、今後の選挙出馬に関しては、あらゆる選択肢を考えるとは言ったけれど、 衆院選に出ることを明言したわけではない。おそらく、石丸さんは、自分の性格からして、国会での一議員に近づぎない立場より、ある程度の権限が与えられる地方の主張の方が、適してると考えているのではないだろうか。さて彼の本心はどちらにあったか。出馬をしたかったが、急な解散で準備が間に合わなかった。それとも最初から衆院選は、見送るつもりだった。 石丸氏に限らず選挙においては手の内を明かさないのが常等手段だからこそ以前の彼は可能性の話しかしなかった本心は彼にしかわからない政治の世界の選挙ってそんなもんだと思います来年の広島県知事選とか別を狙っているのではこの人はどちらかというと党所属の一議員よりも市長職が好みかも規制政党によっては彼を忌避したくなるだろうし 前職の秋田方市長では、実績はほとんど残せてないから、広島県知事も無理だろうが、もし再度挑戦するなら、都市部、東京都の区長あたりがいいのでは。木藤さん。統一協会問題で、交換持っていたけど、最近残念コメントばかりですね。石丸氏は、常々可能性の話しかしていない。大前提として、 一国会議員にできることは少ないので魅力はないというのは前々から語っていた紀藤氏の論理で言えば出馬しようが出馬しまいが現行不一致と言えてしまうそもそも政府の対応等にメディアで批判してたんだから自分が出馬すればいいのにね普段から石丸さんの動画見てるとわかりますがむしろ現行一致だと思います衆院選については 自分が出るかもということで、ニュースになって、選挙の注目度が上がることを期待しているだけであって、その意思はないと何度も言ってましたから。マスコミが、その意思はないの部分を伝えず、切り抜きで、まるで出馬の意思があるかのように誤って伝えていただけ。紀藤さん、石丸さんの何を聞いて、そう認識したのか理解できないんですけど、衆院選は出ませんよ。 都知事が目標なのに石丸さんの目的の一つに多くの国民に政治に興味持ってもらうため政治のエンタメ化に掲げてるから何言ってるんだこの人って興味持ってもらい選挙に注目させるため広島1区や神奈川の小泉進次郎さんのところから出るのも面白いですねって言ってるだけなのに石丸さんは自分は国会議員には向かないってはっきり言ってるのに。 石丸さんは都知事一択です。石丸氏が国会議員になったところでできることは極めて限定的であり時間とともに埋没してしまうだろう。主張狙いかと思うが、兵庫県知事選や名古屋市長選にアクションを起こしていない。だとすると次の都知事選まで待つのだろうか。